それではただいまから須賀川市記者会見を始めさせていただきます。1番、令和5年9月須賀川市議会定例会提出案件について会見事項を申し上げます。市長、お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。令和5年9月28日に召集となります令和5年9月市議会定例会単行議案11件、予算議案3件、決算議案3件、報告1件の計18件について、ご説明をさせていただきます。はじめに議案第56号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでありますが、本市の教育委員会委員のうち安倍昭光さんが9月30日をもって任期満了となりますので、その後任としまして佐浦正明さんを教育委員会委員として任命することについて議会の同意を求めるものであります。佐浦さんの主な経歴を申し上げますと、長年にわたり小学校及び中学校教諭として奉職され、この間金山町の町立金山中学校長、天栄村立天栄中学校長などの要職を歴任されました。定年退職後は令和元年4月から4年間市立第一中学校におきまして再任用教諭として勤務され、本年4月からは同校の部活動指導員として引き続きご指導いただいております。佐浦さんにつきましては教育者としての豊富な経験と卓越した識見に加えて人格高潔であり、本市教育委員会委員として適任と存じ提案するものであります。次に議案第57号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてであります。本市の固定資産評価審査委員会委員のうち熊田邦夫さんが9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き選任することについて議会の同意を求めるものであります。熊田さんの主な経歴を申し上げますと、昭和51年10月須賀川信用金庫に入庫され、退職後は須賀川ふるさと創生クラブ合同会社事務局長を務められ、現在は須賀川の魅力を発信する会副会長などの要職を務められております。固定資産評価審査委員会委員は平成29年10月から務められており、現在2期目であります。熊田さんは長年にわたり金融機関に在籍し、固定資産評価に関する知識経験が豊富で、社会的信望も厚く、本市の固定資産評価審査委員会委員として適任と存じ提案するものであります。次に議案第58号、長沼財産区管理委員の選任につき同意を求めることについてであります。長沼財産区管理委員7名が9月30日をもって任期満了となりますので、その後任を選任することについて議会の同意を求めるものであります。今回選任いたします方は、長沼地域関係行政区長等から推薦のありました森岡一郎さん、佐藤智之さん、酒井忠さん、柏木義行さん、八木沼喜一郎さん、菅野義治さんおよび内山哲夫さんの7名でありますが、いずれの方も地域の信望が厚く、長沼財産部管理人として適任と存じ提案するものであります。次に議案第59号人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてであります。本市の人権擁護委員のうち鈴木博也さん、佐藤武則さんが12月31日をもって任期満了となりますので、鈴木さんについては引き続き、また佐藤さんの後任に長野翔一さんを新たに候補者として法務大臣に推薦することについて議会の意見を求めるものであります。鈴木さんの主な経歴につきましては、平成21年12月に弁護士登録され、弁護士法人浅香法律事務所での勤務を経て、平成25年1月市内塚田地内に須賀川法律事務所を開設し、現在に至っております。
人権擁護委員につきましては現在3期目であります。次に長野昭一さんにつきましては昭和58年4月に須賀川市に奉職され、都市整備課長、建設部長を歴任されました。退職後は令和2年4月から公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会に3年間勤められておりました。お二人とも人権擁護に理解が深く、人格高潔にして社会的信望も厚く、人権擁護員として適任と存じ、候補者として提案するものであります。次に議案第60号、財産の取得についてであります。長沼地域の除雪作業に使用いたします除雪動作を取得するにあたり、議会の議決を求めるものでございます。次に議案第61号、指導路線の認定及び廃止についてでありますが、森宿地内の開発行為や国道294号の道路整備工事などに伴いまして8路線を認定し1路線を廃止するものであります。次に議案第62号、須賀川市保育所条例の一部を改正する条例、議案第63号、須賀川市立幼稚園条例の一部を改正する条例、議案第64号、須賀川市立認定こども園条例の一部を改正する条例の3議案についてでありますが、これらの議案は子育て環境の充実を図るため、市立長沼保育所と長沼幼稚園を統合し、長沼東保育所とともにそれぞれ認定こども園へ移行することおよび、新田地内に建設中であります民設民営の認定こども園が令和6年4月に開園するために、新田幼稚園を閉園することなどに伴いまして、所要の改正を行うものであり、いずれも令和6年4月1日から施行するものであります。次に議案第65号から議案第67号、9月補正予算の概要についてでありますが、はじめに議案第65号、令和5年度須賀川市一般会計補正予算第4号であります。補正額は8億5627万8000円の追加で、補正後の予算額は358億601万9000円となります。次に議案第66号、令和5年度須賀川市市営墓地事業特別会計補正予算第1号でありますが、補正額は629万1000円の追加で、補正後の予算額は4723万5000円となります。次に議案第67号、令和5年度須賀川市介護保険特別会計補正予算第1号であります。補正額は2億4114万9000円の追加で、補正後の予算額は72億8199万9000円となります。続きまして今回の補正予算の主な内容についてご説明させていただきます。はじめに地域食堂等活用支援補助事業についてでありますが、物価高騰等の影響によりまして生活に困窮している方の支援を目的として、地域食堂またはフードバンクを運営する団体に対し、須賀川市地域食堂等活用支援補助金を交付することで事業の円滑な運営を支援するものであります。次に介護老人福祉施設整備事業についてであります。本事業は高齢者施設の防災・減災対策を推進し、利用者の安全安心を確保することを目的として補助金を交付するものであります。今回社会福祉法人徳進会が国庫補助金を活用し、小規模多機能型居宅介護エルピス大東におきまして、熱中症等から利用者を守るため一定年数が経過して老朽化しております空調設備を改修するものであります。次にボタン台アメニティ地区整備事業についてでありますが、国土交通省の官民連携基盤整備推進調査費国庫補助金の内示に伴う補正であり、
ボタン台アメニティ地区における道の駅設置に関する基礎調査、基本計画、概略設計の策定、さらには道の駅の管理運営にかかる PPP、PFI 導入可能性調査等を委託するものであります。なお国の補助金の額につきましては当初予算と合わせた3800万円の2分の1である1900万円の交付を見込んでおります。今後は各種調査などを進めながら事業の進捗を図っていく考えであります。次に風評に打ち勝つ園芸産地競争力強化事業についてでありますが、東日本大震災等による風評に打ち勝つための福島ならではのブランドを確立し、園芸産地の生産力強化や競争力の高い産地育成に向けた取り組みを支援するものであります。本事業の実施によりまして産地としての一層の競争力強化を図り、市場や消費者ニーズに応えられる産地づくりに取り組んでまいりたいと考えております。詳細は記載の通りでございます。次に企業誘致奨励金等補助事業についてでありますが、須賀川市空き工場等活用支援事業補助金制度は事業者の育成と企業立地の促進を目的としまして補助金を交付するものでありますが、今回この補助金の申請があったことに伴い補正するものでございます。市では引き続きこの制度によりまして市内の空き工場等の活用を行い、事業者の育成と企業の立地を促進していく考えでございます。次に議案第68号から第70号決算の認定等についてであります。令和4年度の一般会計及び特別会計歳入歳出決算、水道事業会計決算、下水道事業会計決算等について議会の可決及び認定を求めるものでございます。次に議案第71号、損害賠償の額の決定及び和解についてでありますが、徴用自動車と相手方が運転する自動車が接触した事故に関し損害賠償の額を決定し和解することについて議会の議決を求めるものでございます。次に議案第72号、監査委員の選任につき同意を求めることについてでありますが、本市の監査委員の佐藤良次さんが9月3日をもって任期満了となりましたので、その後任としまして五十嵐真さんを選任することについて議会の同意を求めるものでございます。五十嵐さんの主な公職歴を申し上げますと、平成15年9月から平成17年3月まで岩瀬村議会議員を務められ、平成17年4月1日の市町村合併後は須賀川市議会議員として6期にわたり当選されております。その間須賀川市議会議長をはじめ副議長、議会運営委員長などの要職を歴任されております。五十嵐さんは人格を高潔にして社会的信望も厚く、監査委員として適任と存じ提案するものであります。次に報告第17号、令和4年度須賀川市健全化判断比率及び資金不足比率についてでありますが、令和4年度の健全化判断比率及び資金不足比率についてはいずれも議会に報告するものでございます。提出予定案件については以上でございます。それでは質問に移ります。1番、令和5年9月、須賀川市議会定例会提出案件につきましてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。質問はございませんか。
NHK の阿部と申します。よろしくお願いします。お願いします。補正予算の件なんですけれども、はい、地域食堂等活用支援補助事業についてなんですが、この地域食堂またはフードバンクを運営する団体というのは大体おおよそどのぐらいということで見込んでいるんでしょうか。数が分かれば教えていただければと思います。はい、今回支援いたします団体等についてですが、まず地域食堂については4団体、フードバンク1団体ということになります。わかりました。合わせて5団体ということでよろしいですよね。はい、はい、あとこの企業誘致奨励金等補助事業についてなんですけれども、これ市内にどのぐらいの空き工場があって、これ一つの企業に対してこの補助ということでよかったでしょうか。何かこの空き工場でこう登録などそういう制度があるのかどうかとか、もし分かれば教えてください。はい、はい、経済環境部長です。経済環境部長です。市内の空き工場、全て今、何個というふうに把握しているわけではございませんが、こちら、登録もいただいておりますし、こちらに、申請がありました場合につきまして、そうですね、賃借料の2分の1、こちら上限を500万といたしまして、補助金を支出しているものでございます。以上です。すいません、追加でこの補助を出すというのはこの予算でこう、何件目とかになるんでしょうか。こうしたこう補助を利用してというのは。すいません、ちょっと今累積のデータ持ってないんですが、必要であれば後ほどお答えいたします。わかりました。さあ後ほどお願いできればと思います。以上です。ありがとうございます。他にご質問をどうぞ。よろしいでしょうか。それでは続きまして2番、須賀川市公式 LINE への新機能追加について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に須賀川市公式 LINE の新機能追加についてでありますが、市の公式 LINE につきましては令和3年2月に運用を開始しまして、利用者の皆様が希望する市政情報などを発信しておりましたが、さらなる利便性の向上のため来月の10月1日より新たに通知機能と粗大ごみの予約機能を追加をすることといたします。まずはじめに通報機能は現在現行のレポナウスカ側に代わる機能であり、道路や公園などの不具合を発見した場合に市の公式 LINE を使って写真を撮影し市に通報することができるものであります。通報を受けた担当課はそれらの情報をもとに現場を確認の上、不具合のある場所の修繕などを行います。なお事故につながるなど緊急を要する通報につきましては電話などで直接担当課へご連絡くださるようお願い申し上げます。詳細については記載の通りでございます。次に粗大ごみ予約機能でありますが、今回初めて提供する機能であります。粗大ごみの回収につきましてはこれまでも電話や窓口でお申し込みいただいておりましたが、新たに LINE による申し込み受付を開始し24時間受付が可能となります。これにより利用者がいつでもお申し込みが可能となるほか、収集日などの情報が市から通知されるなど利用者の利便性向上につながるものと期待をしております。詳細につきましては記載の通りでございます。以上です。それでは質問に移ります。2番、須賀川市公式 LINE への新機能追加につきましてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして3番、怪獣ステップ SDGs 大作戦について会見事項を申し上げます。
市長お願いいたします。はい、それでは次に親子参加型イベントの怪獣ステップ SDGs 大作戦についてであります。このイベントはウルトラ怪獣をモチーフにしました子ども怪獣たちと一緒に親子で SDGs を学んでいただくことを目的としておりまして、クイズラリーを新たに実施するほか、キャラクターによる SDGs ショーの各界定員を増員するなど、昨年度より内容を拡充して市民交流センターテッテで開催をいたします。なおイベントのうち事前予約制のであるキャラクターによる SDGs ショーとワークショップにつきましては10月9日月曜日より、市のホームページで受付を開始する予定でございます。このイベントの参加を通じて普段の生活の中に SDGs が浸透し、市内での取り組みの輪がさらに広がることを期待しております。皆さんのご来場をお待ちしております。詳しい情報につきましてはお配りしたチラシに掲載しておりますのでご確認いただきたいと思います。以上です。それでは質問に移ります。3番怪獣ステップ SDGs 大作戦についてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして4番その他に移ります。別冊資料等も含めましてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。ご質問等はございませんか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。